ago. Those cold nights in December and the sound of the falling snow. The fireplace warm and nice, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt, all we had. できるの？すごいじゃん、大きくなったね。私のこと覚えてる？覚えてないね、その感じは。覚えてますよ。覚えてますか？はい。すぐちゃんやら。お、なんで？嬉しい、ありがとう。すぐちゃんやろって言われた。こてこての関西弁。できた。見せよっか。カメラに見せてくれる？うん、せーの、せ、じゃーん、じゃーん、できました。イエーイ、ナイス、ナイス、ナイス、イエーイ。頑張ってるよ。はい、頑張ってます。ちょっとバタバタです。よし、大体でいいですよ。ありがとうございます。パンここにあるので取ってください。そうか、ママ年取ったじゃん。嬉しそう。あ、そこないのか。楽しかったです。ありがとうございました。今日一日お疲れ様でした。天気のボブカフェをサイド、ここが入り口です。で、これがボブのママさんが花畑です。ここも映えスポットで、今回はいっぱい人が来るだろうということで、みんなね、それぞれ小屋をね、くつろぎスペースに改装してくれているんですよ。ママさんのアトリエです。いつもはここでもご飯食べれます。そして自然スペースです。かわいいよね。ママさんがちょこちょこ作ってるライダーハウスという予定の小屋。ここも今日は天気になります。ほんで今日は超いい天気だから見てください。オブカフェの一番いいロケーション、牧草地帯と青空と、そして私の青カブと犬番置かせてもらってます。フォトスポットです。こんな感じ。めちゃくちゃいい天気。ちなみに旅人さんは、遊びに来てくれた旅してる方は、ね、なんか名前書いてもらって、ここいっぱい埋めたいらしいから遊びに来てください。じゃあ中入るぜ。こっからね、ずっとグッズも売ってるんや、売ってるんや。急にじゃーん。こっちもね、今回映えスポットを用意したんだって。おすすめです。でも今回限定かもしれない。実はですね、このカフェスポットのここで超贅沢に給食食べるみたいな感じで
できます。一番乗りでサーフブルーの朝起きてありがとうありがとうございます。どうですか、大丈夫ですか？大丈夫です。よかったよかった、聞いてないです、ごめんなさい。お願いします。テンパってます。紅茶を一つ、やったー、やったー、やったね。頑張った、乗っちゃった。すごい、今日なんか目向いてる。こんにちは、いらっしゃいませ。どうですか、本当に小粒なんです。気をつけます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。気をつけてください、はい、私がパクったやつ。取っていいですか？じゃーん、私が丸パクリさせていただいためっちゃ好きな家具来てくれました。お兄さんありがとうございます。お話ししたかったんです。わーい、嬉しい、かっこいい。これ SSDR 終わったらこれもパクりまーす。かわいい、
みんなからもらった差し入れを全部並べてみたらこうなりました。すごすぎる。これはすごすぎる、すごすぎるよ。これはもうちょっと一人で消費しきれないから、皆さん本当にありがとうございます。おかげのスタッフのみんなと手伝ってくれたみんなと、あとは何とかこう配れそうなやつは常連さんとかにうんうん、配ったりとかしてみんなに食べてもらおうかなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。関西から九州行くまでぐらいのご当地グルメがなんか全部集まるよみたいな。本当にすごいよね。見てよ酒の量、2日連続で来てくれた人が、ね、1日目に、ね、撮ってくれた写真をこうやってちゃんと写真立てにして嬉しすぎる。ボブカフェでも飾らせていただきます。ありがとうございます。みんなで頑張ったらかしいよね。めっちゃいいね。なんかグラスもう飲ませる気満々。間違いない。まあまあでかいよね。まあまあでかいのよ。で入るよね。そうお菓子がいっぱいあって、土佐でしょ、高知、岡山勢がね、やっぱいっぱい来てくれたから、うん、清太郎さんのお菓子がめっちゃあるんよ。台に使ってるこれ、なんか手作りのキャンプで使えるミニ台みたいなの作ってきてくれた人がいて、そう、これマジ早速使ってる台です。うん、初期だ。イラストも描いてくれた。これすごいね、本当にほっこりすぎる。本当にありがとうございます。ありがとうございます。私たちもいただきます、はい、いやもうみんなでね分けていっぱい食べよう。太ります、この1週間ぐらいで、はい、太っちゃおうみんなで。というわけで、私たちこれ営業翌日なんで、すっぴんなんで顔映ってないですけど、エミューちゃんとヒカルちゃんと私でーす。、はい、ということで通常営業土日月で、はい、また戻りますので、また皆さんお待ちしてまーす。お待ちしてまーす。ありがとう。ありがとうございます。立ち止まって布団にあげた空